笑い芸人のビートたけしが11日、出演する TBS 系情報番組、情報セブンデイズニュースキャスターで、新型コロナウイルス感染による肺炎で死去したタレントの志村けんさん、享年70を追悼した。画像、直近のマスク購入者は、並ばずに変えた、が約7割たけしは、けんちゃんは苦労しているから、と前置きした上で、芸人そのもので、俺はいろんなものに手を出すけど、この人はコント一筋の人。時代が変化しても、コントを突き詰めた、と振り返った。志村さんが TBS 系、8時だよ。全員集合に出演していた頃、その裏番組のフジテレビ系、俺たちひょうきん族に出演していたけし。ライバル関係にあっただけでなく、二人はその他の番組で何度も共演するなど親交が深かった。たけしは、何もこれで行かなくても、というところはある。いずれ人間は死ぬけど、この芸人がこんなところでと思うけど、とショックを隠しきれない様子。突然の別れに、ちょっと鬱になって、ノイローゼになっちゃって。だから、何も考えなくなった。俺はこれからどういう人生を歩むんだというくらいまで考えた。どうしようと思った。でも、ちょっと冷静になると、やりたいと思ったことを一生懸命にやるべきだという風になったけどね、と語った。